中国自動車道、中国自動車道、中国自動車道、中国エクスプレスウェイは、大阪府水田市から、兵庫県、岡山県、広島県、島根県を経由して、山口県下関市へ至る高速道路、高速自動車国道であ。略称は、中国道、中国道、中国エクスプウー。法定路線名は中国縦貫自動車道であり、 当初の道路名はこの法定路線名をそのまま使用していた道路名を現在の中国自動車道に改めた時期は不明ほか現在も地図などで中国獣艦道などの表記が使用されている場合がある。なお、水田ジャンクション JCT 神戸 JCT 山口 JCT 下関インターチェンジ IC はアジアハイウェイ1号線 R1 にも指定されている。 高速道路ナンバリングによる路線番号は関門橋、関門自動車道ともに E2A が割り振られている。奇襲点付近を除き国道2号とは並行していないが、山陽自動車道の並行道路とみなし E2A が付番された。中国地方のほぼ中央部を東西に貫く形で建設されており、1983年、昭和58年に全線開通した。 総延長は5 0 0メートル以上にも及び、高速自動車国道の中では、東北自動車道に次いで長。高速道路網としては、初期の部類に入り、もともと、中国縦貫自動車道、国土開発幹線自動車道の路線名の路線が、指定された際には、中国地方においては、高速道路網の東西軸は1本のみを建設するとされ、中国地方の高速道路網の 背骨として設定され、山陽地方からも山陰地方からも、ほぼ同距離にアクセスできる中国山地沿いの位置に建設された。しかし、山肌を縫うように建設された結果、高速道路としてはカーブやアップダウンの多い線形になり、大半の区間で最高速度が時速80キロメートル以下に制限されている。1997年、平成9年に、 山陽自動車道が全線開通すると通過交通の大半は距離が短く直線的に計画され岡山市や広島市などの中国地方の主要都市の中心部近くを通過する山陽自動車道へシフしている現在は日本を縦断する国土軸において山陽自動車道を保管する役割を担っている一方で中国山地沿いの各都市津山市新見市 小原市、三次市、三重市など、や、鳥取自動車道、米子自動車道、松江自動車道、浜田自動車道などを介して接続される、山陰地方の各都市にとっては、他地域との交流の上で欠かせない重要な交通ルートとなっている。近畿地方では、高速自動車国道の路線としては、中国縦貫自動車道は、起点の水田市において、 近畿自動車道天理水田線の終点であり、水田市神戸市において、山陽自動車道水田山口線と重複している。特に、中国池田 IC で接続する阪神高速11号、池田線、西宮山口 JCT で接続する阪神高速7号北、神戸線、神戸 JCT で接続する山陽自動車道、吉川 JCT で分岐する舞鶴若狭自動車道の、 相互交通が集中し、加えて適当なうか色のない中国池田愛氏、西宮山口 JCT 間は交通量が極めて多く、宝塚東、宝塚西トンネル周辺を中心として渋滞の発生が顕著である交通量の不死も参照。2018年3月18日に新名神高速道路、高槻 JCT、 IC 神戸 JCT の全線が開通したことにより、中国道を経由している東西間の交通が分散され、今後は渋滞が軽減されると見込まれている。国土交通省近畿地方整備局の定める関西4環状ネットワークにおいては、関西中央環状道路を構成する道路の一つと位置づけられており、山陽自動車道、神戸淡路鳴門自動車道、 北連絡道路相談会近畿自動車道と組み合わせて一周約240キロメートルの環状道路を形成している。1995年平成7年の兵庫県南部地震阪神淡路大震災で京阪神の交通網が大きく寸断された際、道路以外も含めた交通の大動脈の中で対面通行となりながらも唯一機能した道路でもある。 この結果、交通の大動脈の大半が神戸市の海沿いを通っている集中ぶりが改めてクローズアップされることとなった。毎年10月から11月にかけて交通量が多く道路の劣化が激しい宝塚 IC 付近を中心に中国道集中工事が行われる。例年大規模な渋滞が発生するが集中工事方式を採用することで 年間の工事渋滞や政件数が大幅に低減する。同じく交通量が多い東名高速道路や名神高速道路でもこのような集中工事方式が採用されている。なお、広島北 JCT は水田方面広島自動車道が本線で、水田方面吉は山口方面が分岐側となっている。また、山口 JCT は山陽道が 分岐側となっているが、採用道が2車線で合流するのに対し中国道、水田方面を合理、下関方面は路面表示により1車線に減少するよう変更されている。山間部を中心に IC 間隔が長いのも特徴の一つであり、並行する採用道と比べて距離が長いにもかかわらず IC が少ない。中国道はほとんどの区間で 時速 80km に制限されている。これは建設時期が山陽道よりも早く、建設当時の技術的な問題もあり、極力元の地形に沿った形でルート選定がされたため、急カーブや勾配のある坂道が連続していることが要因である。中国道は全体を通じて半径 500mM 未満のカーブが非常に多く、 広島県小原市の登場 IC 小原 IC は中国道で最小半径の R イコール25メートルが連続している場所がある。また北欧 IC 新見 IC は一種四球でかつ急カーブ R イコール250メートルあり急勾配が連続しているため最高速度が時速60キロメートルに制限されている。 北防 IC 側の 4km は改良工事により最高速度が時速 80km に緩和されている。この道路の規格は開通当初の自衛隊の車両規格に沿ったものになっているとされる。道路照明灯は吹田 JCT 神戸 JCT 間に設置されている。売店はべてのサービスエリア SA と赤松、社、安富、光月、真は。 大野川、本郷、大塚笹の、各、パーキングエリア、PA に、レストランは、吉合 s A を除くすべてのサービスエリアに、設けられている。また、ガソリンスタンドは、可能 SA、吉合 s A を除くすべてのサービスエリアと、大塚笹 PA に設けられている。このうち、24時間営業の売店を有するのは、西宮ナジオ SA、赤松 PA 下り線。 シャピー A のぼり線、火災 SA、昭和 SA、朝 SA、未到 SA のみ、また24時間営業のガソリンスタンドを有するのは、西宮ナジオ SA、カエ SA、昭和 SA、七つ加減 SA、朝 SA、未到 SA のみとなっている。採用道全通後は、交通量の減少により、ガソリンスタンドやスナックコーナーの閉鎖、 営業時間短縮などの規模縮小が目立っている。特に、朝 SA、水戸 SA 間の途中にある、吉羽 SA、カノ SA のガソリンスタンドが続けざまに廃止されており、この間は 150km 近くにわたって、ガソリンスタンドがない状態である。このため、NEXCO 西日本では2015年、平成27年4月20日より1年間、吉羽 IC、6日、 CIC 周辺の指定ガソリンスタンドで給油する ETC 利用者に対して1時間以内の中途出場を認める社会実験を行っていたが、翌2016年、平成28年にさらに1年間継続、翌2017年、平成29年にさらに継続となった。なお、この区間で並行する山陽自動車道にはガソリンスタンドのある SA が3箇所。 宮島 SAA、下松 SAA、沢川 SA 存在する。また、大尺区 PA はかつては、売店、スナックコーナーに加えてガソリンターン独もあったがすべて廃止され、現在では、無人の PA となっている。また、小道道、松江道全通後の交通量の増加により、それまで、無人の PA であった、河野川 PA に売店が設置された。小津さん、 西トンネルは、広島北 JCT とゴー IC の区間に存在する。いずれも 2km を超える長大トンネルである上に、その前後にも 1km 前後のトンネルが連続するため難所とされる。ちなみに、この区間の距離約 17.2km のうち 12.4km はトンネルであり、これは、この区間全体の4分の3に当たる。また、開通から、しばらくの間は、 これらのトンネルは暫定に車線で供用されていい。2005年、平成17年10月の道路交段民営化後、中国自動車道は全区間がネクスコ西日本の管轄となっている。24時間交通量、大道路交通センサス。中国池田 IC 西宮北 IC 間では非、交通量10万台以上と、極めて混雑するのに対し、採用道と、 平行する区間では西に向かうにつれて、交通量が激減する。特に都合地 IC 山口 IC 間は非、交通量が3000台にも満たない。これは、山陽道の最小交通量区間である、山口南 IC 山口 JCT 間でも19,842台の非交通量があるのとは対照的である。特に、山陽道が全線開通した1997年、 平成9年12月10日以降は、これまで神戸 JCT や間口 JCT を中国道経由で通過していた高速バスや貨物自動車の大半が山陽道へシフトし、現在では通常の昼間に大型車が通過することは少なくなっている。与那五道を浜田道に入る場合は、引き続き中国道を通過しなければならない。さらに、交通量が多くなるゴールデンウィークやお盆。 年末年始でも山陽道では渋滞が多く発生するのに対し、並行する中国道の神戸 JCT や山口 JCT の区間ではほとんど発生しない。このため、ネクスコ西日本ではキャンペーンなどで交通量の多い時期に山陽道を通過利用する車に対し中国道経由への迂回を呼びかけている。なお、2005年平成17年9月7日に、 台風14号による路盤崩壊により山陽道の岩国 IC 区が IC が通行止めになり本線が復旧する12月1日までは通過交通を中心に一時的に広島北 JCT 山口 JCT の交通量が増加しこの通行を止め期間中の2005年9月から11月にかけて実施された平成17年度道路交通センサスの 交通量調査では非平均1万台程度の交通量があった。2010年、平成22年の交通センサスでは2005年に比べて8割程度交通量が減少している区間もある。当期は山間部や山口県内を中心に凍結や積雪がしばしば生じるため、冬用タイヤ等の規制を敷かれることが多々ある。一方、 ス田 JCT 神戸 JCT 間は、中国道、山陽道双方の交通が、人口の多い阪神地区において集中するために常に、交通量が多い状態で、宝塚東、宝塚西、トンネルを先頭にした渋滞が状態化していたが、新名神高速の高槻 JCT 神戸、JCT 間が開業したことにより、状況は変わりつつある。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。